ついに歴史が動きました。渡米してから5年目、怪我を克服しメジャーでは初の10勝、これで104年ぶり、 MLB としてはレッドソックス時代のベーブ・ルース以来となる2桁勝利2桁本塁打の偉業達成となりました。まさに偉業という言葉しかありません。それを成し遂げたのは、そう、大谷翔平選手です。現地時間2022年8月9日、敵地でのアスレチックス戦で先発した大谷選手は、6回4安打5奪三振無失点の好投、本塁打も1本放ってチームを5対1の勝利に導き、自身メジャー初の10勝目と25本塁打をマークしました。その際、彼はこのように語っていました。光栄なことだとはもちろん思うけど、シーズン中自分の今の数字がどういう印象なのかなというのはあまりわからないものだと思う。終わった後にこんなシーズンだったかなというのを振り返れればいいかなと思います。この発言内容からもわかるように、大谷選手にとってこの記録はあくまでも通過点でしかないのです。ただ野球の歴史を振り返ってみると、とてつもない数字、二刀流を2シーズン続けていることで、アメリカのスポーツ界では永遠のヒーローでもあるベーブ・ルースと比較されるのです。また前回登板の2022年8月4日に行われたアスレチックス戦は、本拠地のエンゼルスタジアムで行われましたが、この時は偉業達成見たさに多くの観客が詰めかけるなど、アメリカの中でも話題になっていました。今や現地のスポーツ番組でもルースと大谷選手を比較することは当たり前になっています。伝説の男と比較することはナンセンスな雰囲気もすでになくなっているのです。中には現在の野球と当時の野球を比較して次元の違うユニコーンや唯一無二の存在としてコメントするコメンテーターもいるほど、それだけ認知された存在の大谷選手がようやく伝説に並んだということでしょう。このように彼が異次元の存在であることは当然日本でもコメントされています。大谷選手と同じく日本から海を渡ってメジャーに活躍の場を移し、数々の記録を打ち立てた日本人メジャーリーガーたちからもその凄さが語られているのです。ということで今回は、元日本人メジャーリーガーたちが語る大谷翔平の凄さとはというテーマでお送りしていきたいと思います。 MLB で投手として活躍したあの日本人レジェンドたちは、大谷選手にどのようなコメントを残しているのでしょうか。彼らのコメントから投手大谷の凄さをより深く理解できることでしょう。ぜひ最後までご覧ください。そしてこの動画が良かったら、ぜひグッドボタンやチャンネル登録のほどよろしくお願いします。大谷選手に向けたとんでもない称賛の言葉も多いので、ぜひツッコミを入れるコメントをしていただけますと幸いです。上原浩二が語る大谷翔平。まず紹介するのは、上原浩二氏から見た大谷選手です。上原氏といえば、元巨人のエースでメジャーでも活躍、現在は TBS 系サンデーモーニングに出演しコメンテーターを務めていますよね。その上原氏は過去、言葉を失ったかのようなコメントを SNS 上に残しています。それは大谷選手が日本時間で2021年7月3日、本拠地のエンゼルスタジアムで行われたオリオールズ戦に2番 DH でスタメン出場した試合のこと。3回の第2打席に初球のインハイを引っ張り、ライトスタンドへ特大の29号ソロを放ちました。続く4回の第3打席、今度はレフトスタンドへ流し打ちの30号ツーラン。日本時間で2021年6月30日の試合以来、わずか3日でまたも2打席連続ホームランを放ち、ホームランランキングトップの座を維持したのです。これを受けて上原氏は自身のツイッターを更新し、次のような投稿をしていました。はあ、マジですか。すでに今日2本のホームラン。ため息しか出ない感じになってきた。大谷選手、ほんまにすごい。月間 MVP も取ったし、どこまで行くんだろうか。このように大谷選手の凄まじさに息を呑んでいたのです。そして次のような投稿を最後に残していました。やっぱり生で見てみたい。これは上原氏でなくとも野球ファンなら誰もが思うことでしょう。このように上原氏は現地観戦を希望し絶賛していました。サンデーモーニング的にあっぱれといったところでしょう。それから2022年8月、コメンテーターを務めるサンデーモーニングに出演した時のこと。大谷選手がベーブ・ルース以来2人目の2桁勝利2桁本塁打を達成し、
打者では25号ソロを放ってメジャー通算118号本塁打とし、日本人選手ではイチロー氏を抜いて単独2位になったニュースが取り上げられました。そこで上原氏は次のように語っていました。体が強いっていうのは本当にそうだなって思いますよね。やっぱり両方やってて疲れっていうのは絶対に出てくると思うんですけど、次の日でも普通に試合に出ていますから、やっぱり体強いなと思いますよね。あっぱれです。出ました、あっぱれ。これには番組視聴者の多くがうなずいたことでしょう。松坂大輔が語る大谷翔平。続いて紹介するのは平成の怪物こと松坂大輔氏。松坂氏といえば、横浜高校3年生の時に甲子園春夏連覇を果たし、1998年ドラフト1位で西武に入団。1年目から先発ローテーションに定着して16勝5敗で最多勝新人王に輝きました。また西武に在籍した8年間で7度の2桁勝利を挙げています。2006年オフにはポスティングシステムを利用してレッドソックスへ移籍。1年目に15勝、2年目に18勝もそれ以降は度重なる怪我に泣かされ、2011年にはトミー・ジョン手術を受けています。ちなみに大谷選手も同様の手術を受けています。その後2015年には日本球界へ復帰、ソフトバンク、中日と渡り歩き、2021年古巣の西武で引退を発表しマウンドを降りました。その怪物と呼ばれた男は大谷選手のことをどう見ているのでしょうか。とんでもない化け物です。次元が違う。僕も投げない時に DH で試合に出してもらえていたら、バッターの方も一生懸命に練習したかもしれませんけど、でも彼に関してはレベルが違います。他のピッチャーのことをそんな風に思ったことはないんですけど、彼はピッチャーとしてもバッターとしてもということですからね。今は彼以上の存在はいないでしょう。あれだけのまっすぐと変化球を投げて、あれだけ遠くへ飛ばして。怪物が恐れる化け物、これだけでその凄まじさがわかりますよね。ただ叶うなら前世紀の松坂氏と大谷選手の対決を見てみたかった、そう思う方はたくさんいるのではないでしょうか。さらに松坂氏はフジテレビ系の番組に出演した際も大谷選手を絶賛していました。番組の中で大谷選手についてどう思うか聞かれると次のように話していました。次元が違いすぎて人じゃない。この発言内容から平成の怪物から見ても投打の二刀流で大リーグを席巻した大谷選手は規格外の存在であることが伺えます。また視聴者からは松坂氏の打撃センスについて、松坂はバッティングはすごかったと当時を思い出す声が寄せられ、さらに松坂氏の大谷票には怪物に人じゃないと言われる大谷、松坂は大谷は人じゃないと改めて大谷選手の凄さに驚くコメントが寄せられていました。このように高校時代から規格外とされてきた男がさらに規格外と評価した大谷選手、彼がいかに桁違いでレベルの高い世界で勝負しているのかがわかりますね。藤川球児が語る大谷翔平。続いては阪神で絶対的守護神として活躍し、その後メジャー球団にも在籍した藤川球児氏。藤川氏といえば2007年に日本記録となる46セーブをマークし、2013年にはカブスへ移籍、その後レンジャーズにも在籍していました。そんな藤川氏は現地で発見した大谷選手の質の高い練習についてコメントしています。それはスポーツニュースの現地取材に訪れた時のこと。エンゼルスの選手が練習を行う中、大谷選手はグラウンドに姿を見せると、普段通りカラーボールを壁に当てるルーティーンをこなしていました。続いて始まったキャッチボールで藤川氏はあることを発見します。これはすごいよ。大谷選手がキャッチボールで意識しているのはコアです。大谷選手は二刀流をやっているから練習量をそこまで増やせない。めちゃくちゃキャッチボールを大事にしていますね。一つ一つを大事に、今一球も手を抜かず時間をとってコアを確認しながら練習しています。この発言内容の通り、体幹を意識してキャッチボールを行うことで軸がぶれない投球の基盤を作っていた大谷選手。キャッチボールの一球一球に意味を持たせ丁寧に投げる、そんな二刀流を支えている質の高い練習を藤川氏は見抜いたのでしょう。さらにこの日の試合後、藤川氏は大谷選手を直撃。その取材で彼の二刀流としてのポイントがあることを発見し、次のように話しています。ゲームの中でアクセントを聞かせているんです。
20連戦の最後で疲労感が出ているから、時には 70%、時には 100% で行くんです。僕が大谷選手に聞いたのはドライブという踏み込みなんですよ。右足の蹴りですね。そのスピードが速いとホーム方向にパワーが強いわけなんですよ。そこで腕を振ると97から98マイル出ます。それを抑えて93から94マイルに落としてコントロール重視にすることによって、今日も疲れた中で6回2安打に抑えられたんですよ。このように語っており、またその取材で大谷選手は打席でも力の強弱を分ける体の緩急を使っていることが判明。抑えるために何が必要かを深く理解している点は、打者大谷の存在が大きいのではないか。思考や狙い球など打者目線でデータも見ることができる。きっと藤川氏は投手大谷に相乗効果をもたらす大谷選手にしかできない二刀流のメリットについて伝えたかったのではないでしょうか。黒田博樹氏が語る大谷翔平。続いて黒田博樹氏。広島時代は6度の2桁勝利をマーク。2005年に最多勝、2006年には最優秀防御率のタイトルを獲得。2008年にはドジャースへ移籍し、1年目に9勝をマークすると、2010年以降は常に10勝以上を挙げ、2012年のヤンキース移籍以降も含めて日本人初となる5年連続2桁勝利をマークします。2011年からは3年連続で200イニング超えも果たしました。39歳で迎えた2014年のヤンキース最終年も199イニングを投げるなど、その鉄人ぶりを発揮した右腕はメジャー通算212試合1319イニングを投げ、79勝79敗防御率 3.45 と堂々の成績を収めて広島に復帰。古巣でも2年連続で2桁勝利を挙げ、2016年には25年ぶりのリーグ優勝にも貢献しました。そんなレジェンドが大谷選手に残したコメントは次の通りです。アスリートとして次元が違う感じだった。短い発言ではありますが、その凄さが伺えます。2016年に行われた日本ハム対広島の日本シリーズは第6戦で幕を閉じました。広島は敗れ、最終7戦目にスタンバイしていた黒田氏だったのですが、マウンドに上がらないまま現役生活を終えることに。そんな黒田氏が唯一勝敗を超越した視線を注いだ相手がいました。全てが終わった後、大谷選手についてこう語ったのです。次元が違うというか、全てが一流というのはありえないと思っていたのでショッキングだった。対戦してやっぱりすごいなと。なかなかああいう相手と出会うことはない。アスリートとして次元が違う感じだった。実は黒田氏の最後を飾ったのは大谷選手だったのです。2016年の日本シリーズ第3戦、足が震えるほどの状態だった黒田氏は、大谷選手の打席まで投げ終えてから異変をベンチに告げました。ということで、黒田氏が最後に投げた相手は大谷選手となったわけです。もしかするとこのことを黒田氏は予感していたのではないでしょうか。これが自分にとって最後の打者になるかもしれないと、だから力を振り絞ったのだと思います。日本シリーズという最高の舞台にあっても、最後まで引退の花道扱いを拒み続け、戦闘服で貫いた黒田氏に一瞬だけタキシードを着せたのは、彼が異次元と称賛した大谷選手。それは後から振り返れば、黒田氏が自分に作った花道だったように思います。佐々木一博が語る大谷翔平。さて、続いては浜の大魔神こと佐々木一博氏。1990年、後の横浜である太陽に入団すると、3年目の1992年に33セーブで最優秀救援投手に。1995年からは4年連続で最優秀救援投手を獲得しています。その後、1998年に当時最多の45セーブで優勝し、日本一の胴上げ投手となりました。そして2000年に FA でマリナーズへ移籍すると、37セーブで新人王に輝きました。そんな大魔神は大谷選手のことを次のように語っています。アメリカに行ってパワーで太刀打ちできたのは大谷選手だけだと思います。どれくらいすごいかというと、解説の時に大谷選手のことをもっと言ってくれと言われるけど、もうレベルが違いすぎて解説しづらいよねっていう、それぐらいすごいです。
このように大魔神と呼ばれた男が何度もすごいと発言するほどの大谷選手は、やはりレベルが違うのでしょうね。さらに大魔神は、普通の選手だと先発した次の日はバットを振ったり守備に入ったりすることが難しいといったことを語り、それをやってのける大谷選手は本当にすごいと絶賛。これについては、右投げ左打ちというのがバランスが崩れないという意味で理にかなっているのではないかということも話していました。規格外の大谷選手を語るには、メジャー経験者ですらもはやすごいという言葉しか出てこないのでしょうね。マック鈴木が語る大谷翔平。続いては、日本のプロ野球を経験していない初のメジャーリーガーであるマック鈴木氏。1992年16歳の時に 1A サリナスに入団し、1993年にマリナーズとマイヤー契約、1996年7月のレンジャーズ戦でメジャーデビューし、その後ロイヤルズ、ロッキーズ、ブルワーズでプレーします。また2003年から2004年にはオリックスに所属していました。そんなメジャーリーグから NPB まで国内外さまざまなカテゴリーの野球を知るマック鈴木氏は、大谷選手について他の日本人メジャーリーガーとは少し違う見方でその凄さを次のように語っています。もちろん大谷君のポテンシャルが飛び抜けているのは大きい。しかしトミー・ジョン手術をしても二刀流での復活プランを立てられたのは熱い契約があったから。普通のマイナーリーガーなら二刀流なんて言っている場合ではない。そして日本ハムがしっかりした計画性を持って鍛え上げたのも理解されていたはず。メジャー球団は NPB に対する信頼、信用があるから高いお金を出す。このように大谷選手自身のポテンシャルはもちろん、日本ハムの育成能力の高さも信用につながったということを話していたマック鈴木氏。彼の言う通りなら、大谷選手がキャンプの時マイナー契約から開幕直前にメジャー契約に切り替わったのも当初からの決定事項だったのではないでしょうか。さらに2022年7月に行われたエンゼルス対マーリンズ戦の試合にて、大谷選手が自身5連勝でシーズン8勝目を挙げた際、テレビ中継で解説を務めていたマック鈴木氏は、直球だけではなくカーブにスライダー、スプリットを自由自在に駆使した大谷選手の投球について次のように評価しています。100マイルを投げる変化球投手。この発言からわかることは、大谷選手というのは直球のイメージが強いと思いますが、実は変化球でストライクを取りアウトを奪っているということです。だからこそより直球が生きてくるのでしょうね。村上正則が語る大谷翔平。続いては、アジア出身選手として初のメジャーリーガーとなった村上正則氏。村上氏は1962年、後にソフトバンクとなる南海と契約。プロになる気はなかったようですが、当時の鶴岡監督にアメリカに行かせてやると言われたことから入団を決意。その後、鶴岡監督が約束した通り、1964年にジャイアンツ傘下 1A フレズノに派遣されます。そこで11勝7敗、防御率 1.78 と結果を残すと、同年8月にメジャー契約。9月1日のメッツ戦でアジア出身者として初のメジャー登板。9月29日には初のメジャー勝利投手となりました。さて、これまでに数多くの日本人選手が海を渡っていますが、村上氏が現役で気になる一人というのが大谷選手であり、彼について次のように話していました。マナーもいいし、いつもにっこり、チームメイトとはしゃいでこっちに合っている。このように彼を注視、それからシーズンを通しての成績の見立てとして次のような発言をしています。ドジャースやアストロズ、ヤンキースにいれば20勝ペースで40本塁打するような選手。低迷するエンゼルスの状況は気になるところだが、20勝40本をやってもらいたい。このように話し、大谷選手にエールを送っていました。また村上氏は2017年末と2018年2月に日本ハムの2軍が本拠地とする千葉県鎌ケ谷市で渡米直前の大谷選手と会った際、メジャーの公式球を使って練習する彼を見て成功を確信したといいます。その際、次のようなことを話していました。メジャーのボールは日本のボールよりやや大きく重たいんですが、彼は全く苦にする様子がなかった。私のアドバイスなんて必要ありませんでした。この発言内容で驚かされたのは、
大谷選手は渡米する前からメジャーのボールに順応していたこと、さすがとしか言いようがありません。さらに村上氏がエンゼルスの試合で解説をしていた際のこと、当時エンゼルスの監督を務め、ベンチから球種やコースを細かく捕手に指示することで知られていたマイク・ソーシア氏の大谷選手の対応も次のように評価していました。ソーシアのサインにも納得がいかなければ大谷は首を振っている、異国で日本人が苦手とする自己主張もマウンドでできている、三振も多く奪えていますが、あえて注文をつけるならやや組み立てが単調な気がします、もう少しスライダーやカーブの割合を増やして4種類ぐらいの球種で勝負した方がより安定して打者を抑えられるのではないでしょうか。このように大谷選手の自己主張については評価しつつも、投手としてのアドバイスを送っていた村上氏、その後2022年7月にロサンゼルスで行われたオールスター戦を現地観戦した村上氏は、大谷選手の成長について次のように語っていました。大谷選手はここのところカーブも含めてすごく緩急を使えるようになったことで投球の幅が広がった、スライダーも今までと違い曲がり幅が大きい、考えながら投げていることで随分良くなっているように思う、コンディション調整も含めそのあたりの修正力もさすがだ、それに大谷選手は格好がいいしマナーがいい、そしてベンチサイドではジョークも言う、アメリカのスタイルの中に入っている、これは非常にいいことだと思う。この発言の通り、大谷選手は監督に対してもそうでしたが、やはり気持ちをオープンにして輪の中に入っていくことが大事なのだということがわかります。郷に行っては郷に従え、それが彼にはできているということを村上氏は伝えたかったのでしょう。さて今回は元日本人メジャーリーガーたちが語る大谷翔平の凄さとはというテーマについてお送りしてきましたが、いかがだったでしょうか。球界のレジェンドでしかもメジャー経験者が語ると、大谷選手がいかにレベルが違う世界にいるかがわかりますよね。そうした世界の扉を開けたのが彼なんです。現代野球の中で二刀流の道を作った先駆者であり、 MLB で二刀流という登録項目を作らせたのも、2022年から投手が降板後に DH に入ることができるルールを作ったのも、大谷選手が二刀流として活躍しその地位を確立したから。ベーブ・ルースやその時代とは違う新しい形を作り上げ始めているのです。これからは二刀流を目指す選手もどんどん増えてくるのでしょう。だからこそこの記録達成は偉業でもあり、これからの若者たちの目標にもなるのだと思います。一方の大谷選手は次のように話しています。なるべく健康でいい状態で最後まで投げ切るなど、試合にできるというのが一番目標かなと思う。このように目先の一勝にこだわり続けているのです。それこそが二刀流を成功させる秘訣であり、記録を作り続けることへとつながっていくのでしょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったら高評価、グッドボタンをお願いします。最後まで見ていただけた方はぜひコメントをお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。